どうも、ふじぴこです。おつぴこ。今回はですね、我が家のね、可愛い女子の体重をね、0.01g まで測ってね、みんなにお届けしたいと思います。はい、そんな今回測るね、うちの可愛い女子、こちらです。はい、こちら、袋ももんごのね、ゴミちゃん。みんなからね、やれ、でけえ女だのね、ムキムキ女だの言われてね、ちょっと飼い主としてもね、ほんとでかいのかちょっと気になってたんでね。ということで、今回はですね、こちらのね、はい、0.01g まで測れるね、計測器使って、早速測っていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、じゃあね、0.00g にしたので、早速ね、ゴちゃんに乗ってもらいましょう。じゃあ、ゴちゃん、乗ってくれるか。ちょっと警戒してるな。はい。え、ちょっと噛んだらあかんで。はい。ちょっと俺の手にひっついた。あ、よしよしよし。はい、乗ってくれました。わあ、そのストップ。ああ、こちゃん、そっち噛んといてくれ。はい、あんたのうんちをね、掃除したティッシュが。ああ、それティッシュ、うんちやから、それ。あんた、あとでな、ちゃんとチュールあげるから。うんちやって、それ。あか、これは、作戦変更や。ここに食べ物があると、こいつは睨んどるな。ね、うちゃうちゃ、あかんかん、そあんた、あ、チュールがちょっとついて戻ったからか、これ。うちゃ、もうちょ、あかん、ちょ、ちょ、これや、これ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 、あんた、これや、これ食べなさい。これ、もう、これ大好きなんですわ。これ食べてる間にじゃあ計測しましょう。ほら、ちょっとうちゃ、こっち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 、これ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 、ほら、鼻に、何これ。はい、鼻についとんねんって。鼻に。あんた、そう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 、はい、じゃああげるからな。しまった、これティッシュを使った作戦は失敗やったな。ちょっと今ちょっとチュールスイッチが入ってもうた。はい、じゃああげあげあげ、これで置いて OK。 そのあ、はい、5.5、はい、55.9g ぐらいですね。はい、じゃあごちゃんお疲れ様でした。じゃあこれね、チュール食べて、あ、食べた、ほらもうあんた好きやな。はい、食べてる間にもね、どんどん体重は増えていってますわ。はい、ちょっとかわいいね、食べてる様子ゆっくり見てもらいましょう。アングちゃん、そんなうまいか、これ。狂ったように、土地狂ったように食べるんですよね、これ。ほら、そんな美味しいか。体重がもうペロ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 動いてるわ。出てないな。はい、最近これにハマっとんねんな、おごちゃんな。ちょっと一回な、待ってな。すごいペロペロしてる。まだ、あ、ほらもう飛びついてきたでしょ。これそれうちな、おごちゃんな。あ、これほんまに今までで一番好きやわ、これが。なんかいろいろ高級なスイカとか、手も離してくれへんもん、関係ないけど、これほら、高級なスイカとかね、いろんなもん、はい、なんかマシュマロだの、うん、なんかいろいろあげてきたけど、これ一番好きみたいですわ。なんちゃん、いろいろと鳴らして、まだちょっとだけあるからな。いい音鳴ってるでしょ。これちょっとチキンの、これ原材料チキンなんですけど、マンゴーとね、アップルの香りがするということでね、その匂いがやっぱこの指向性をね、かきたてるんでしょうね。ちょっとうーちゃん ASMR するか。じゃあせっかくね、いいダイナミックマイクなんでね、はい、うーちゃん、これ食べたらあかんじゃん。あんた何でも興味津々やな。はい、それ、ちょっと食べにくそうなんで出してあげますかね。シュ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 、何の音？はい、あ、いっぱい出てきた。あ、かわいいでちゅね。
まあでもね、おやつあげすぎるとね、もうおデブちゃんになってもあれなんで、うち基本的にはね、あのゼリーと、はい、ドッグフードでね、はい、メインは育ててるんで、まあ、こういうおやつはね、本当にたまにしかしないようにしないとね、もうこればっか食べてね、この狂いようなんでね、はい、もうドッグフード食べなくなってしまう恐れあるんでね、うん、本当にごくたまにするようにしとこう。うわ、ほら、もう噛み寄る、これを。まだちょっと残っとうか。これさすがに一袋はちょっと揚げすぎな気もするんだよな。どうなんだ。あ、でも可愛いな。なんかよく海外のね、モモンガのインスタとかで、ものすごい太った子がね、昆虫、あの、なんかよくわからん、サナギみたいなね、食べてる画像をよく見るんですけどもね。ちょっとあれ、あそこまで太らしちゃうとね、ちょっと健康上良くない気がするんでね。まあ、もちゃもちゃ食べてる姿可愛いんですけどね。ナグちゃん、ナグちゃんはね、1歳ちょっとなんでね、これから、はい、長生きしてもらわないといけないですから、健康が第一やからな。あ、でもこれめちゃくちゃいい匂いするな。なんかシーチキンみたいな匂いしますね。なんかマンゴーとかの匂いというよりかはほぼシーチキンの匂いですね。もうぼちぼちお腹いっぱいか。え、まだ食うか。ちょっと一回話して、一回話してみましょう。ちょっとうちは、はい、あーちょっと、あーちょっと怪我したあかんで、怪我したあかんで、あった、うん、いくらね、飛ぶのが得意なモモンガとはいえ、はい、いや、もうちょっと食べたいんだったらもうちょっとだけあげようじゃな。朝ゼリー食べさせたんですけどね、うん、もう夜なんですけど、今日こんだけ食べたらちょっとさすがに晩ご飯はあんたやめとこうかな。これで晩ご飯持ってなったらもうデブちゃん街道真っ白になってまうからな。え、もういなくなってまうで、ほんまに。これ食べてええもんなのか、これ。そんなハイペースやで、しかも内臓いい、びっくりすんで、そんな一気に食べたら。なんか体重が何グラムやったか忘れてもた。チュールを食べさせる動画になってしまいましたけど、口の周りについたやつも自分で舐めて取るんですね。もうないんちゃうか、みーちゃん。絞ってちょっと出してみるけども、もうないと思うで。あ、まだちょっとだけあったわ。あればあるだけ一生食べ続けそうな気がする。あ、でもちょっと落ち着いたか。ヨウさん食べたで、あんた。もうやろう。ほら。はい。もう本当に。これで終わりかな。最後このピュッとして、これいちゃん、もうこれでぴったり一袋終わりやで。アンさん、はい、もうないですよ、もうないですよ。もういっぱい絞っても多分出てきえへんで。これあ、ちょっとだけ出たか。はいはい、もうこれでほんまに最後やわ。これで、まあ、どうした、もうこれってか。あかんで、もうこんなん、もう一袋も食べて。どうせ食べたやろ。
もう晩ご飯ももうこれ今日なしやな、これで。うん、これもうありまへんて。はい、ちょっとだけついてるからそれ舐めときじゃ。はい、もうこの銀紙噛んだらあかんで。はい、な、あとはもう終わりや。はい、終わりや、おじちゃん話しなさい、おじちゃん。はい、くわー、話してくれ。ちょっとあかん、もうこれ銀紙噛んでもたらあかんからな。はい、終わりです。はい、じゃあとはね、もう戻りましょう。あ、ちょっとあかんわ、こっちから置いといたら、ほら、うちや。うい、あかんで、もうこっちのできたらあかんで。これ、じゃあもう戻ろう、もうお部屋に戻りましょう。はい、そっちと食べるもんちゃうねな、終わりです。はい、最後体重測るか、最後食べて何グラム増えたかちょっと。はい、じゃあおじちゃん、はい、はい、あー、はい、今の現在の体重、え、6グラムも、え、明らかに増えた気がすんねんけど、明らかにちょっと一袋食べて大きなった、さっき 5. 何ぼやなかったか、あんた。うん、ということでね、はい、もうここで終わりましょう。はい、じゃあごちゃんね、戻りましょうね。はい、それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、戻ろうな。